三河の地で九州最大勢力の大友軍を撃破。その実力を九州全土に知らしめた。勢いに乗った島津は北に半島を拡大すると、肥前の領主有馬家は心中していた龍造寺家を離れ、島津に吉見を通じる。これを見た肥前の熊龍造寺高信は大軍を催し、有馬家を攻めた。島津は有馬晴信の援軍要請を受け、沖田縄手の地へ進軍。状況はまたしても島津劣勢であった。だが島津は諦めない。鬼島津義弘の秘策による熊退治が今始まろうとしていた。九州の将沖田縄手の戦い。俺はもっと強くなる。鬼島津の戦をすればいい。龍造寺は30,000、島津は30,000。勝てる道理がないわ。おじめ、俺も出ます。戦も知らぬガキが足でまといよ。足でまといになれば見捨ててください。島津の恥となる死に方はしない。これで俺が死んでも兜は脱げない。敵の将兵も俺の覚悟を認めてくれるはず。言ったはずだ。命を捨てられる戦は一度きり。貴様には城運や橘を撃つという目標があるのだろう。この戦勝つぞ。勝てるはずもない負け戦、覆すのが勝負の醍醐味よ。
山側の砦を奪取しておけ。湿地帯にはまれば敵の動きは鈍る。そこを山手海手から包囲殲滅する。山手海手双方の戦況から目を離すと、どちらが崩れても振り伸びせはならない。
ジュウエや俺だけではない、皆の諦めない心が戦を覆そうとしている。絶対うわ我慢できん。わしは必然戦戦況中央へ突っ込め。最後お前の高の方がついたぞ。湿地帯に追い込み蹴りをつけろ。私の感情すら読めぬようでは、上雲には一生勝てぬ。ではよくやった、ガキにしてはな。俺、島津の強さを改めて実感しました。みんな、最後まで諦めず戦える。だから強いんだ。はしゃぐな、ガキ。まだ島津の道半ば。次は九州制覇だぞ。そして相手は上雲と橘だ。上雲、橘の際は俺の10倍以上。でも俺は諦めない。絶対に勝ってみせる。ならばわしも貴様の勝ちにかけてみるか。当たればでかかろうでな。